はい、ジョーです。今回なんですけれども、メダカの回答になります。まあ見てもらってたらそりゃそうだわっていう感じなんですけど、ただね、今回は僕自身が欲しくて買った品種の紹介となります。ヤフーオークションで落札したんですけれども、まあ、その品種っていうのがヒミコっていう品種になります。で、このヒミコっていう品種は本来は5つの品種が、まあ、人間の目で分かるように表側に表現されている個体を指すそうです。で、じゃあ何の品種が混ざってるかっていうと、まずはブドウ目のアルビノ、そして光体系、透明輪で、ヒレナガなんですけど、このヒレナガも2種類入っていて、天女の舞っていうのとフーガっていうのが入ってるらしいです。この5つでヒミコっていう品種になるらしいんですけれども、なんかね、調べてるとね、50劣勢なんですよ。うん、面白いですよね。劣勢5つもぶち込んでると、爬虫類でもなかなか難しいです。なのにその50劣勢同士に、ね、同じ表現のオスメス合わせて交尾させて卵を取って、じゃあ生まれてきたらどうなるか、安定しないんですって。表現意味がわからん、うん、僕の頭の中でのメンデルの法則、僕が知っている世界観のメンデルの法則、全然違う。うん、メダカ界ってこういうとこあるよねって思いがちなんですけれども、なんすかね、おかしい。うん、とにかくおかしい。何でもかんでも劣勢にしたら価値上がると思ってるやつが言い出したんかっていうレベルなんかなとか思いながらね、見てたんですけれども、だからこそ買ってやったって感じです。まあ見た目もね、結構ね、綺麗っていうかね、面白いんで、そこも気に入ったんですけど、まあそこプラスなんか曰くつきじゃねえっていうところで買っちゃったってところですかね、僕としては。うん、で、まあ、このヒミコね、まあ、見てもらってるようにね、すごく綺麗です。まあ、一応アルビノなんですけどね、すごく綺麗で、まあ、透明輪、ほっぺたの周りがね、ピンク色、いわゆるエラが見えてるって話ですね。鱗が透明なんで。で、まあ、その血が通ってるのが見えてるって話だと思うんですけど、まあ、そういうところもね、多分、出てんのかな？わかんないです。透明輪初めて買ったんで。ただ、まあ、結構ね、ひらひらしてて綺麗かなと思って買いました。ただ、なんかね、話、いろいろね、調べてると、先ほど言った50劣勢じゃなくてもヒミコっていうパターンがあるらしいです。うん、それは作った人が、まあ、50劣勢から引き算されて、まあ言うたら違う組み合わせも出てきたそっくりなやつ、それをヒミコって名前じゃないものでね、売られてしまうのが嫌だから、じゃあその手前もヒミコって呼んじゃいっていう感じらしいですけど、マジ適当かと思いましたよね。爬虫類界隈で劣勢優勢とかのね、モルフやってる人分かると思うんですけど、マジこの適当さ、メダカ界最高やなと思って買いました。そんな感じですかね。ということで今回の動画はこれで終わります。ぜひ Twitter、Instagram のフォロー、そしてこちらのチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いします。そしてまた何か取り上げてほしいことがございましたら、ご遠慮なく Twitter、Instagram の DM までお送りください。ではまた。